東京米 NK ホールは1988年開業のコンサートホール千葉県浦安市に所在した2005年に閉館オープンは1988年名称の NK は当時の日本火災会場保険が所有していたことによるがその後運営は第一生命保険に引き継がれた客席数は固定席の場合で6269席 アリーナ広報には、昇降式のスタンド席が設けられていたほか、ホールとして使用される際は、スタンディング席として使用されることも想定しており、その場合、東京周辺では、ZEP 東京を超える最大級の収容人数だった。主として、音楽関連のコンサートや舞台演劇、格闘技などのスポーツに幅広く利用されていた。1992年から2003年までは、 ミュージックステーションスーパーライブ2001年から2004年までは1億3000万人が選ぶベストアーティストの開催地としてまた2001年から2003年まではクリスマスの約束の収録会場としても使用されたしかし所有者だった第一生命保険が竣工後16年を経て設備更新のタイミングに入っており今後莫大な追加投資が見込まれるためとして 2005年6月30日に閉鎖することを発表。その後、正式な閉鎖は同年7月10日まで持ち越されたが、閉鎖後も施設は取り壊されず、2011年6月12日には、東日本大震災のチャリティイベントとして、千葉県震災復興フェアが跡地内で開催されたほか、温泉掘削の申請も行われたものの許可に至らなかった。 2013年12月24日、投資説が所在する東京ディズニーリゾートの運営母体、オリエンタルランドが投資説とその周辺の土地を約93.19億円で取得。2015年に解体工事が開始され、現在はさらちになっている。など2000年1月に映像作品、チェキ娘イン旅立ちライブ。3月に、同、チェキ娘イン旅立ち。 ライブザ・ DVD としてそれぞれ発売、ザ・アルティメット・ブラック・マスと題し、地球征服完了をもって公約通り解散、翌2000年には映像作品として、活動絵巻きザ・ブラック・マス・ファイナル・サンナイツ及び、ザ・アルティメット・ブラック・マス・コンプリートライブアルバムとして、ザ・ブラック・マス・ファイナル・サンナイツが発売された、など、ありがとうございます。